ずっとこの番組でもお知らせしてました、はい、イベントが無事に終了しましてね、はい、終わりました。9月の、6日にやりました、うん、はい、毎月第1金曜日にね、はい、始めたばかりなんですけれども、はい、第2回目となるこの番組のタイトルと同じ浪江の空から、そうなんです、ね、浪江オープンミュージックという団体で、うん、僕らとそれから仲間のミュージシャンたちとね、はい、みんなでやってるイベントなんですけれども、はい、今回が毎回メインライブが2組あって、うん、それからその後オープンマイク、はい、いわゆる飛び入りライブですね。そうですね、その人たちが出られるような、うん、イベントで僕らがメインライブをね務めさせていただきました、はい、というライブだったんで非常に緊張感そうですねあってね、なんかみんなさ、うん、2組必ずそのメインライブを、はい、担当するからさ、はい、なんか自分の時に誰も来なかったらどうしようってちょっとなんかね思っちゃうよね。しかもやっぱり前回が初回だったので大盛況だったじゃないですか、ね、だから2回目私たちの時急に減って ね寂しかったらどうしようって思いました。どうしようお客さん2人とかになったら2人とかだったら ね切ないわよ ねでも蓋を開けてみたらたくさんの方に来ていただいて結構さ夢を見たりはしないなんかライブでお客さんが誰もいないみたいな、うん、あ最近はないけどそうワンマンライブを毎月やっていたような時はなんかそういう夢とか見たことあります。なんかすごく焦ってる夢とかあそう、ね、何かがないとかなんかすごいトラブルで焦ってる自分の夢を見たことはありますね、はいはいはい、なるほどね。俺未だによく見るよ本当に。本当？お客さんが来ないっていう。そうなんだ。それで誰もいないけど、うん、やろうかっつって。いやー怖いね。誰もいないところで。あとすごいお客さんは今日いっぱいだねっつって歌い始めて、うん、どうもありがとうございましたってふっと顔上げたら、うん、誰もいないっていう。それもやだ。意外とかどうか分かんないけど私よりも西さんの方がそういうところ結構気にするというかそうね、まあ香織さん堂々としてるもんね。そんなことないけども来ない人は来ないもんみたいなさとこあるじゃないなんか何それ来る人は来てくれるしみたいなさなんかもうしょうがないもうやるしかないみたいな感じにはなるんですけどね。まあね、そうなんですけどね、うん、だけどおかげさまで本当にたくさんの人がお越しいただいて、はい、しかも関東圏からね、そうですね、リスナーの人が来てくれたりとかありがたいですよ ね。そんなライブが終わったばかりの、はい、そうですね、とこなんですけれども、はい、なんかそのライブではその飛び入りで、うん、もちろんライブをねやる人たちがいるもんですから、はい、初めましての方も結構多くて、そうね、すごい、あこんな方たち浜通りとかにいるんだっていう、うん、すごいレベルも高かったですよ ね。なんかそういう出会いも嬉しいイベントですよ ね、うん、この FM.com で、はい、もっと前から何番組をやられていた、はい、お父さんっていうんですか、はい、サウンド3と書いて俺サウンド3さんってずっと思ってたら、私もずっとX のアカウントとかは見ていて、ね、ずっとサウンド3さんって言ってたんだけど、お父さんまさかの、ね、違ったのね読み方が同じ火曜日にね、はい、番組をずっとやられていて、はい、僕の大好きなプリンスのそうなんだよね、曲をかけてるとかいうのを聞いてたんで、うん、すごい気になってたのと、うん、この FM.com の人で初めて知り合った人の、うん、まさにお父さんだっていうことも後から聞いて、うん、それでいつかお会いできるかななんて思ってたらまさかの演奏しに来てくれて ね、嬉しかったですね。こういう出会いは嬉しいですよね、うん、そんななんか楽しい盛り上がりもいろいろあったんですけれども、はい、今回初めてライブで、はい、オケを使ったんですよね。そうでした。割とずっとオケは使わずに割と来たよね2人でやってる時は。そうですね、西さんのギターと私の歌か、西さんのギターと私のピアノと歌かっていう感じでしたもん ね。まあそれがなんか多分カオリンは多分西さんなんかアーティストっぽい感じをイメージして、うんうん、そういうライブがしたいんだろうなって思ってたかもしれないけど、うん、俺は
オケに自分のギターを合わせるのが苦手で。あそういうこと。ギター一本だとさ、うん、あのコードとか好きにできるじゃん、なんかあちょっとアレンジしたり、そうそうそう、なんならコード間違えちゃっても間違えちゃってもいい、うん、いいじゃん。例えば E7-9fb9sみたいな、うん、+11sみたいになってったやつがオケに入ってると、うん、もうめんどくせえじゃん。その通りに弾かないといけないからね。いいでいいじゃんって思うのよ。だから俺はよくそういうところをいいで終わらせたりするんだけど、うん、あ、うんうん、だけどあのオケがあると、うん、それやんなきゃ、それ弾かなきゃいけないじゃん。なんかだってなっちゃうもんね、オケの方でね。そう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 。で仕方なく合わせなきゃいけないから、うんうん、その緊張感たるや。ああそれであまり今までやってこなかったんだ。ええ。それでなんかそのオケの方のそんな言い訳をしてもさ、うん、いやオケ作ってんのお前じゃんって言われたら、そうですよ、うん、そのコードにしたのお前じゃんって言われたら何も言い訳できないじゃん。確かに。それで。割とずっと避けてきたんですけど、はい、先月オケでやった曲がすごくさ、うん、あの佐藤小&佐藤美がやった曲が、はい、オケでやったじゃないの、はい、それがいい感じで盛り上がってて、うんうん、あこういうのもありだなと思って、うん、これなら香里も踊れるしなと思って。踊るタイプの歌じゃないけどね。私が歌ってる歌。そう、それでそんなことをちょっとやってみたくて、うんうん、ちょっとオケ試してみようかなと思って、うんうん、2曲ばかりね、オリジナルのそうなんですオケを使ってみたんですけど、はい、まあなんとかできましたわよね、はい、そうですね。すっげー俺緊張した、久しぶりに。すごい新鮮でした。コード譜を俺ガン見して一個ずつ間違えらんないじゃん、なんか、うん。じゃあもうコードから目が離せないみたいな。目が全く譜面から一度も目を離すことなく。あそう、ずーっと追っかけてましたね。そんな感じだったんだ。全く客席を見る余裕がないっていう。あ、私はいつもと変わらずのびのびと歌わせていただきましたけど。最後にはあのいつかまた浪江の空をっていうね、はい、五来美香さんの曲を、はい、みんなで大合唱してね。そうでした。いやこれも盛り上がって、なんかやっぱり、うん、浪江であの歌をみんなで歌えるっていうのは、そうですね、ちょっと重いもんね、またね、良、うん、かったですよね。良、ね、かったでしょうね。来月はまた10月の4日に、はい、行いますので第一金曜日です、ね、今回はあのソモプリと、うん、末永翔介っていう、はい、ちょっとうちのエースが出てきますので楽しみです。、ね、ぜひ聞きに来ていただきたいなと思います。はい、福島県浪江町に移住した私たち古谷香織、西健二というミュージシャン夫婦の浪江町での暮らしや小さな情報をお届けします。ぜひ本宮市、そしてあなたがお住まいの町のおすすめの食べ物屋さん、グルメについて教えてください、はい、よろしくお願いします。あの今回初めてメールが、はい、おすすめのお店をいただいたんですよね。そうなんですよ。だからこれはありがとうございます。もちろん読みますし、そしてもちろん、はい、行ってみようと思います。はい、ね、ちょっと楽しみですね。楽しみですね、はい、送り先メールは web@fm-mot.com、はい、web@fm-mot.com です、はい、ファックスは0243-630050024363-0050、はい、fm.com のホームページにあるメールフォームからも送れます。ぜひご利用ください。はい、必ず番組名浪江の空からと書いて送ってください。そうですね、よろしくお願いします。今日も古谷香織、西健二、浪江の空からお送りします。
古谷香織と西健二の浪江の空から、はい、FM もっとコムからお送りしております。はい、先ほども言ったようにあのメールをねいただきました。はい、ぴょんきじさんからね、はい、ありがとうございます。ずっとあのおすすめのグルメ、うん、ね、本宮市は何が美味しいんだろう、どんなお店があるんだろうっていうのを、うん、まだ行ったことがないので僕はね。そうなんですよ、ずっとだからこの浪江のこれが美味しいなんていうのとか、うん、時々発信してますけど、うん、そんな遠くのお店を言われてもって思ってるかもしれませんけど皆さんに言われた分に関してはね、はい、これはぜひ足を運びたい、はい、食べに行きたいと思います。実際食べにぴょんきさんありがとうございました。ご紹介しましょう。メール、古谷香織さん、西健二さん、こんにちは。こんにちは。毎回楽しく聞いております。ありがとうございます。もっとコムで放送されたものと同じものを YouTube からも聞くことができるのは便利ですね。あ、そうですね、ポッドキャストとしてね、はい、ちょっと途中でかける曲とかは、はい、カットされたりするんですけれども、はい、ずっと今までのアーカイブも全部あるので。そうなんですよ、YouTube の方で僕西健二のチャンネルを探していただければ、うん、はい、全部チェックすることができます。はい、毎回この浪江の空からの再放送が土曜日にあるんですけれども、 はい、その再放送終了後に YouTube の方をアップしていますので。そうです、土曜日の6時半ぐらいにだいたいアップされてます。はい、そちらもねぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあ続きご紹介しますね。はい、本宮市の美味しいグルメのおすすめ教えてということですが、はい、自分のおすすめはひふみや食堂さんのホルモン定食です。123や食堂、そうですね、漢数字で123、将棋の加藤一二三先生の、うん、同じ字ですね。そうでしたね。びっくりするほどホルモンがとろっとろで美味しいです。またマジャー麺という真っ赤なこのお店でしか食べられない独特のラーメンもあります。これもおすすめです。もしも本宮市に来ることがありましたらぜひチャレンジしてみてください。また本宮市で歌うことがありましたらぜひ聞きに行きたいと思っております。そういう機会あったらいいね。そうですね、これはちょっと僕はどっちもすごい好きなんで、うん、食べてみたいですね。ちょっとこのマジャー麺、真っ赤な、真っ赤ってことは当然辛いよね。ね、それに私は今ドキドキしたんですけど。ね、かおりさんは辛いのが割と苦手。あんまりね得意ではない、ね、でもねちょっとメニューを見たら他にもなんか美味しそうな、うん、あ、そう、親子丼がねすごい美味しそう。で親子丼とかも、うん、なんか鶏肉が、うん、もも肉かなんかを使って、うん、すごくコクの深い。そっか、食堂だからいろんなメニューあるんですね。そうなの、確か他のお店で気になってたソースカツ丼なんかはあったと思うので、うん、いろいろ食べるものは他にもあると思います。はい、そうなんですね。ホルモン定食やっぱり好きな人が随分頼んでるみたいだけど、うん、香織さんも、まあ、ちょっと苦手なとこあるんですね。ホルモンってなんか、うん、ずっと噛んでると、はいはい、飲むタイミングが分かんない。結構さ、お酒を飲んでる人が、うん、ずっとくちゃ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 こうして、うん、持つじゃない、ちょっと、はい、しばらくの間。そうですね、そういうなんかつまみみたいな、うん、とこはあるよねちょっとね、うん、でもなんかとろっとろでっていう風におっしゃってるから、うん、ちゃんと噛み切れるかも。そりゃそうだよ。ほら僕も前自分のお店で、はい、結構もつ煮定食とか出してましたよね。もつ煮カレーとか、うん、もつ煮で勝負してたの、うん、はい、だからね結構ホルモン定食がトロトロで美味しいってことは、うん、だいぶ仕込みにこう時間かけてやってるんだなっていう、老舗なんだなっていう感じがしますよね、うん、これはぜひ美味しそう、食べに行きましょう。そうですね、来週の放送間に合うかどうか分かんないけど、うん、まあ、来週再来週中ぐらいには行って、うん、食べてきます。お、楽しみ。香織さんも、まあ、マジャーメンっていうの食べます。それはちょっと西さんにまずは食べてもらおうかな。まず食べてみないとね。行けそうだったら私もその後食べてみようかな。ね、こんな感じで僕らこれで多分初めて本宮市に行けるわけじゃないですか。そうですね、これもありがたいことなんで、うん、ぜひ皆さんも、うん、他の皆さんも例えば本宮市じゃないけれど、うん、俺は秋田県なんだけれども、この店が美味しいから食べてくれっていうのがあったら行きますよ、うんうん、秋田まで、はいはい、何でも言ってくれれば。本当どこへでも。もう今これをギリシャで聞いてる方もぜひ、それはさすがに無理じゃない。
うちの地中海料理うめえぞってまあでもほら今はねスマホのアプリリスラジとかで聞けますので、ね、どこで聞いてくださるか分かんないですからね、うん、本当だよね、はい、ぜひ皆さんお近くの美味しいグルメ、はいね、おすすめを教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここで前回のイベントで、はい、みんなで大合唱してちょっと感動の輪が広がったこちらの曲をお届けしましょう。五来三日でいつかまた浪江の空を。遠く遠く窓の外眺めて
降る。それでは本宮市のね、はい、美味しいお店の話もいただいたんで、はい、今度はちょっと浪江のプチ情報またお送りしましょうか。はい、はい、今ですね、はい、道の駅浪江で、うん、あるお店なんですけども、はい、酒蔵ゆいさんでかぼちゃまんじゅうソフトというのを期間限定で販売中なんです。これは対馬地区の名物かぼちゃまんじゅうをソフトクリームで再現しようと、はいはい、浪江創成中学校の生徒さんが企画書を作ったんだそうです。そう、はい、まあ、企画考案を、ね、しているんですよ。すごい ね, ね, ねでかぼちゃ味のソフトクリームとあんこが、まあ、相性抜群で、まさにこの秋にぴったりの和のスイーツ。なるほど、はい、でこちらのかぼちゃまんじゅうソフトの販売、今始まっているんですけれども、うん、10月末までの期間限定、数量限定となりますので、ぜひこの機会に道の駅浪江酒蔵ゆいに買いに食べに来ていただきたいと思います。道の駅行くとさ、うん、真ん中にラッキー公園があるじゃん。はい、大きいラッキーいますよ ね, ねで右側と左側に分かれてるじゃん。その左側の方なんだよね、はい、そうです。でそこに酒蔵ゆいさんがあって、もともとさ、うん、ソフトクリームすごい話題になってたんだよね。そうですね、なんか美味しいっつって、うん、なんか日本酒の何か使ってんだっけね、うん、酒粕を使ったやつとか、ね、多分その時の期間限定でいろいろね出されていたと思いますが、うん、僕らも前ね一度食べてすごいコクがあって美味しい、はい、なんかソフトクリームだっていうのは覚えてたんで、うん、それをねまた利用して、うん、かぼちゃまんじゅうソフト、ね、もうなんだか野菜なんだかスイーツなんだか和なんだか洋なんだかも全然わからない。いや、かぼちゃまんじゅうってやっぱりその対馬の名物っていうことで、はいはい、対馬でイベントとかがあると販売してて、ね、私たちも何度も食べたこと、ね、美味しかったね、あるじゃないですか、うん、かぼちゃまんじゅうをソフトクリームにっていう発想が面白いですよね。やっぱりこの中学生の発想っていうことで、ね、本当だよ ね, ね。だからちゃんとソフトクリームなんだけど中にはあんこが入っているっていうことでね、どんな感じなのか食べてみたい。なんかちょっと頭がついていくのから食べた時に、これかぼちゃ、まんじゅう、あんこ、ソフトみたいな、いろいろなんか楽しめそうな感じがしますね。美味しそうだよね。でも間違いなく美味しそうだよね。はい、ね、スイーツ好きな人はぜひ、はい、やっぱり秋はかぼちゃですのでね。そうだね、はい、食べていただきたいと思います。あとずっとご案内してた、はい、浪江浜祭り、はい、いよいよ、いよいよですよね。今週の日曜日ですね、はい、9月15日の日曜日、はい、時間は10時から14時。意外と短いんだよね。そうなんです。海のイベントだからやっぱりそうなるか。そうですね、宇家戸海岸、うん、宇家戸浜にて浪江浜祭り開催です、はい、でこの日もねステージイベントなんかもありますし、先ほどかけた五来美香さんもライブステージあります。その他、大声大会 B3 飛ばし大会なんか浜でやるイベントっぽいですよね。だね、ね、あとは親子で学ぼう水の安全教室だったりとか、あとは記念品付き貝拾い、はいはい、なかなか砂浜で貝記念品付きの貝を拾うのも見つけられるかなって書いてあるので、ね、潮干狩りとは違うんだもんね。でもなんかそういうイメージなのかな、ね、あとは子ども向けにボールプールがあったりとか、はいはいはい、でこれが私一番気になっているしらす丼、うん、はいはいはい、無料の振る舞いが、ね、先着300食限定であります。でその他キッチンカーなんかもね出ていますので、はい、まあ、美味しいものを食べて、ライブを聴いて浜辺で遊んで、ね、一日楽しめると思いますので、ぜひぜひ9月15日日曜日遊びに来ていただきたいと思います。今週はなんせその本宮市の美味しそうな、はい、ひふみや食堂さんの
ね、ご案内をいただいたのが何よりいい情報をいただけて嬉しい。これでやっと本宮市に行ける理由ができました、ね、はい別に行かない理由はなかったんですけど、そうです、別に食べ物屋さんじゃなくてもいいじゃないですかいいんですけど、ね、まずは局に遊びに行きましょうよっていう話ですよ。そうですよ ね、 そうですよね、ちょっと局にはご挨拶行きましょう ね、 ね、はい、はい、ということで皆さん引き続き、はい、メールお待ちしておりますのでぜひ送ってください。はい、送り先メールは web@fm-mot.com、はい、web@fm-mot.com です。はい、ファックスは024363-0050 024363-0050、はい、FM モトコムのホームページにあるメールフォームからも送れます。ぜひご覧ください、はい、必ず番組名浪江の空からと書いて送ってください。はい、もう夏も終わりになってきていろいろなイベントとかお祭りも、そうですね、もうね残りわずかっていう感じになってきましたから、ちょっと残りわずかな夏を満喫して、はい、過ごしていただきたいなと思います。はい、それではまた来週、古谷香織、西健二、浪江の空からお送りします。